ロシアのウクライナ侵攻に関して、日本国民の10人中8人は日本の安保上の脅威につながると考えていることが分かった。読売新聞は今月4から6日、18歳以上1063人を対象に世論調査を実施した結果、ロシアの力による一方的な現状変更が今後他の地域に波及し、日本の安全保障上の脅威につながると思うかという質問に、81%がそう思うと答えたと報道した。 そう思わないという回答は11%で、答えないは8%であった。日本では、中国が刺激を受け台湾で武力行使に乗り出す可能性を懸念している。また台湾情勢が急変し、尖閣諸島において中国と対立している日本の安保にも影響を及ぼす可能性に対しても神経を尖らせている。岸田文雄首相は先月25日ウクライナ侵攻はヨーロッパだけでなく、 アジアを含めた国際社会の秩序に影響を与える極めて深刻な事態だと語っている。続けてアジアを含めた立ち行きにおいても力による現状変更は絶対許すことはできないという意思を G7 をはじめとして国際社会と協力する形で共に強く発言することが重要だと語っている。日本のロシアへの経済制裁については回答者の82%が支持し、 今後米国などと連携して対応すべきだという回答は62%を占めた。また日本独自の対応をすべきだという意見は28%であった。ロシアのウクライナ侵攻に、岸田首相は適切に対応していると思うかという問いには54%が同意し、29%はそう思わないと答えた。